ツバメです。ジュエティの全店舗のエリアマネージャーをしてます。よろしくお願いします。では今日は私のカバンの中身を紹介したいと思います。ではまずバッグですね。バッグが、関西のヴィンテージショップで買ったヴィトンのスピーディ30になります。結構内容量しっかり入るので、500のペットボトルとかもすごい入るので仕事用として使っております。で、バンダナ巻いたりしてちょっとカジュアルに、まあ、私っぽい雰囲気で使ってます。ではまずカバンの中身なんですけど、まずは家の鍵ですね。ハートのカラビナが基本好きなんですけど、カラビナ100均で買いました。あとはムーアチックっていう、これオリジナルのトイなんですけど、これを岐阜県から取り寄せてつけてます。おもちゃだったりとか、絵を描いてるナックルさんっていうアーティストさんがいるんですけど、その方の手作りのおもちゃをつけてます。で、今回、あみあやさんがお誕生日だって、その時にも絵を描いてもらって、こんな感じでスケボーデッキに絵を描いていただきました。めちゃくちゃ可愛くて、あみとあやと、あみあやさんが飼ってるトマトとバナナっていうワンちゃんが一緒にバイクに乗ってます。マーク・ジェイコブスのカードケースです。こちらには新幹線の EX カードだったりとか、仕事で使う全店の入館書だったりとかを入れてます。あとはキーホルダー、セイリちゃん好きなんでつけてます。では次、お財布ですね。お財布はプラダのサフィアーノっていう形ですね。私ピンクが一番好きなので、このベビーピンクを今年の自分の誕生日にプレゼント、自分への誕生日としてゲットしました。中はすごいカードと小銭入れとお札ですごいスタイリッシュでコンパクトなんで、すごい小さいカバンでも入るので便利ですね。次はスケジュール帳なんですけど、このテンポラリーのスケジュール帳が私すごい好きで、もう5年ぐらいリピートでいろんな5年間ぐらいこれなんですけど、中にステッカーを、自分の好きなステッカー入れたりとか、好きなアーティストのポストカードがここから入れるのですごい好きです。オリジナルで今年は何入れようかなみたいな感じで入れてて、中のスケジュール管理もすごいしやすいようになってるので、こちら仕事ではすごい必須のアイテムですね。好きなアーティストが今和の清志郎っていうちょっと古いアーティストにはなっちゃうんですけど、今和の清志郎だったりとか、ラモンズが大好きで、日本のパンクロックだったりとか洋楽のパンクロックがすごい好きで、音楽に関すること、缶バッジもそうなんですけど、いっぱいつけてます。次が名刺入れになります。名刺入れはちょっとエリアマネージャーになった時にお母さんからのプレゼントでいただきました。ビームスで買ってもらったんですけど、本革のニコちゃんがついてて、まあ、自分らしいかなっていう、そんなにカチッとしすぎず、でも本革なのでちょっとしっかりずっと持てるようなデザインになってて、すごいお気に入りです。次は私の働いてるブランドジュエティのエコバッグになります。すごいちっちゃくてカラビナついてるのでバッグとかにもつけれるんですけど、これすごい大きくなって広げた時のデザインもすごい可愛いんですよ。海外のスーパーマーケットのレジ袋をちょっと再現してて、わかりますかね。シーシーありがとうって書いてるんですよ。すごいお気に入りで、もう毎日使ってます。コンビニ行く時とかスーパー行く時とかは必ず持ってってます。イソップのハンドクリームになります。すごい香りが好きで、私はこれをもういつもリピートしてて、もう使い切ったので新品を今日持ってきてます。すごいリラックスできるんで、すごい仕事で疲れた時とかはもう手に塗ったりとか、乾燥したところ肘だったりとかに塗って、保湿力もあるので重宝してます。いや、ポーチですね。ポーチは、大阪の堀江にもあって、あとは下北沢にも最近、まあ1年前ぐらいにできた PAD っていうメキシコ雑貨のお店があるんですけど、私の友達がそこで働いてて、すごいもう可愛くて安いポーチだったりとか雑貨がいっぱいあるので、そこで私は毎回ポーチをゲットしております。で、缶バッジ好きなのでどこにでも缶バッジをつけてます。で、ポーチの中身なんですけど、いつも持ち歩いている MAC のライトフル C のファンデーションなんですけど、もうこれは5回ぐらいリピートしてるぐらい大好きです。まあ、自分の肌に合ってるっていうのもあるし、あとアパレルなどでそんなにお化粧直しもできないんですけど、乾燥もしないし、なんかこうツヤっと見せてくれるのですごい大好きなファンデーションです。で、リップなんですけど、まずは下地に必ずニベアのリップを塗って保湿してから、この NARS のパワーマットピグメントっていうリップがもうジュエティのスタッフ全員これ使ってるぐらい、もうジュエティの指定メイクでもあるんですけど、これはすごい落ちにくくて発色も良くて最強の赤リップだと思います。アミヤヤさんも使ってます。じゃあもう一本のリップがトム・フォードのリップです。で、これは結構ピンクベージュみたいなカラーで、いつも赤リップ塗ってるんですけど、なんかマスクの季節っていうかマスクじゃないですか、最近。なので、なんかあんまり赤リップ塗ってて、マスクつけるとすごいいろんなとこついてたりとかするので、それが気になってちょっとピンクベージュのリップを買ったら、あんまりついてるのが気づかれないっていうことに気がつきまして、ピンクベージュのリップを買いました。香水なんですけど、もうずっと使ってる、3年、4年ぐらい使ってる、リプティックのオーデサンスっていう香りです。もう、こちらは結構スパイシーな香りで、あとは結構みんなに森の匂いって言われるんですけど、葉っぱの匂いがして、すごいリラックスできるんですよね。なんで、緊張した場面とかでも、そんなにきつくないですし、すごい、何回でもシュッてして使えるので、私はすごい毎日つけてます。で、つけるのもなんか休憩中につけたりとか、緊張した場面、なんか会議で発表とかいう場面とかにもシュッてつけて、お守りみたいにして使ってます。こちらも、私香水すごい好きなんですけど、そのさっき紹介したディプティックとイソップのマラケッシュっていう香りもすごい好きで、これは気分変えたい時に、まあ、午前中さっきのオーデサンスの香りをつけてて、午後夜になってちょっと飽きてきたなって思った時に気分変えるためにマラケシュをつけたりとかする時にこの子が役立っております。マラケシュも結構スパイシーな香りが好きなので、メンズでもつけれるようなスパイシーな香りで、ちょっとウッディーな感じでちょっとセクシーですね。このポーチなんですけど、これアクセサリー入れに使ってるんですけど、すごいポーチ自体もすごいお気に入りで、これ私の名前ツバメって書いてるんですよ。で、後ろにはスーパーガールって書いてくれてて、大阪のファンクマスターしがちゃんっていう方に手作りしてもらってて、で中にはジュエティのアクセサリーだったりとか、なんか私ブランドインフルエンサーもやってるんですけど、その時の撮影によってこういうアクセサリーを付け替えたりする時があるので、ここにアクセサリーを入れてます。ネックレスだったりとかで、中にはジュエティって感じで入ってます。しがちゃんは DJ をやってるんですけど、その DJ やってて、あとは革ジャン作ったりとか病ジャン作ったりとか、古着屋さんのベルベル人ってあると思うんですけど、そこに病ジャン飾ってあったりとか、すごい人なんですよ。アクセサリーがすごいシルバーが好きで、本物のシルバーにこだわってつけてます。で、右手がヴィヴィアン・ウェストウッドのものになります。ナックルリングだったりとかリボンリングなんですけど、ナックルリングはもう高校生の時からつけてて、バイト代貯めて頑張って買ったので、そっからもうずっとつけてます。で、こっちは大阪のアメ村のシルバー屋さんで買ったんですけど、友達が働いてて、もう今店舗はないんですけど、すごいちょっと桜モチーフだったり、こう爬虫類、カエルモチーフだったりとかして、すごい可愛いんですよね。で、ブレスレットはチーゴっていうブランドがすごい好きで、チーゴのものを全部つけてます。で、わたるこまちさんっていう大好きなアーティストさんがいるんですけど、わたるこまちさんとチーゴがコラボしたブレスレットがやっぱり一番お気に入りで、このハートのブレスレットはずっとつけてますね。小さい安全ピンがついてたりとか、すごい細かいところも可愛いです。ネックレスもチーゴで、このボールチェーンがすごい可愛くて、これももう2年ぐらいつけてるアイテムで、もう毎日つけるぐらいベーシックなデザインなので、すごいお気に入りです。あとはこのパールのネックレスはジュエティのネックレスになります。チョーカーみたいな感じで使ってます、ね、で、このビーズがすごいヴィンテージっぽくて可愛くて、すごいお気に入りです。重ね付けをよくします。ブランドインフルエンサーがジュエティのお洋服を発信する SNS で発信する役目になるんですけど、外国人モデルを基本使ってるんですけど、外国人モデルだったら身長だったりとかが違くて、あんまりこう身近に感じられないと思うんですけど、ブランドインフルエンサーがいることによって、お洋服の丈感だったりとか、サイズ感だったりとか、着ていくシーンだったりとか、ヘアスタイルとかが真似しやすいかなと思って、ブランドインフルエンサー一応今5人いるんですけど、私もその一人としてやらせていただいております。私が今一番長くて、年齢も年齢で29歳っていう年齢で、ジュエティはやっぱりティーに向けたブランドっていうところもあるんですけど、年齢を超えて着ていただきたいなと思って、私が率先してこうちょっと20代後半に向けてもジュエティを着てもいいんだよだったりとか、ジュエティ着ておしゃれしようよっていう感じでやらせていただいております。ジュエティで働いてもう今年7年目で、来年8年目に突入するんですよ。でジュエティが来年10周年なので、ほとんどもいるって感じのフル株です。新卒ではなくて、18から、地元徳島から大阪に出てきて、山崎パンでパン工場で働いてて、でいつかアパレルに行きたいなと思って、でもアパレルってお金厳しいんだろうなと思って、そこですごい頑張ってお金貯めて3年ぐらいですかね。で21歳の時にジュエティに行きました。ジュエティっていうよりかは編み屋さんがすごい好きで、編み屋の真似をすごいしてたんですよね。で編み屋さんがやってるブランドがジュエティなので、是非ジュエティに入りたいなと思ってアルバイトを応募しました。関西でもう7年働いてます。で東京に来てまだ3ヶ月です。アルバイトで始めたんですけど、アルバイトから約1ヶ月で店長になっちゃって、でそっからずっと店長をやってて、ようやく7年店長、6年店長して、ようやくエリアマネージャーになりました。もうめちゃくちゃ大変でした。その時もうマネージャーがほぼいないみたいな感じだったので、もう店長でやっていくしかないってなったので、ちょっと右も左も分からなかったんですけど、本部に電話をしまくって、なんとかやりきりましたね。心斎橋オーパーの店長をやって、あと梅田のヘップ5の店長をやってって感じですね。2店舗経験して、関東にエリアマネージャーとして来てます。エリアマネージャーは、店長は多分アルバイトさんだったりとかを育成していくんですけど、その上で、エリアマネージャーは店長の育成をしていくんですよね。あとは店舗全体の売り上げだったりとか、数勢だったりとかをいち早くこう取り入れて、現場に実行させるように落とし込む、店長に落とし込む。で店長が落とし込んだことを部下がやれているかっていうのをチェックしに全店回ったりとか、あと店長のマインドがどうなんだろうっていうこともあって、月1にミーティングしたりだとかですね。店長からエリアマネージャーになって、もともとエリアマネージャーになりたかったので、すごい嬉しいんですけど、思ったよりやっぱり全店ってなると忙しいし、自分のスケジュール組だったりとかがうまくいかなかったりとか、まだなって3ヶ月なので、やっぱりちょっと不安定もあるんですけど、まあ、でも会社の方たちだったりとか編み屋さん含めすごいバックアップしてくれてるので、まあ、やれて頑張れるかなって感じですね。今後は、プランとしては、エリアマネージャーの仕事をもっとスムーズにして全店舗の売り上げを上げたいだとか、海外に店舗を持ちたいなだったりとか、すごいブランド規模での夢はたくさんあって、であとはブランドリーダーっていう存在もあるので、ブランドリーダーにまで行けたらいいなって思ってます。ブランドリーダーがブランドの方向性を決めたりだったりとか、なんか、マネージャーではできないお洋服をもっとこうしたいだったりとか、店舗のデザインをもっとこうしたいだったりとか、すごいもっとブランドに近い存在になれるんですよね。なのでブランドリーダーになりたいです。はい、これが私のカバンの中身でした。概要欄にインスタの URL を貼ってますので、ぜひご覧ください。プライベートだったりとか私服だったりとか、ジュエティのお洋服の最新の情報だったりとかをアップしてるので、ぜひご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。